よくね、こうやって指さして「あなただからできたんでしょう」ねえ「えちゃんだからできたんでしょう」「う久保さんだからできたんでしょ」「吉谷さんだからできたんでしょう」うっていうのありますよねそうなんですよ一人一人その人だからできたんでしょうってやつあるんですよだから私は問いたい久保さんだからできたんでしょうって言われた後にじゃああなただからできたんでしょうって言われるようなものってあなたは何ですかなんですよすべてはあなたが 生きてきたその証っていうのはあなたにしかできないことをやった時に見えてくるんじゃないかなと思うんですよ誰もができることをやっていることで差はつかないわけじゃないですかじゃあ私だからできたんですって胸を張って言えることを一つ見つけていきましょう私は今そう思いたいですね自分には何もないですっていうふうによく言うと謙遜を取り越してそれは怠惰ですよね それを見つけていかないといか加んこの年になったら、ね、私だから私にしかできない私だけの人生を歩んできました堂々と胸を張って言える時まあそれは一つの成功なんじゃないかなと思いますね、うん、どうですかねあなただからできたんでしょって言えることあなたにはありますかいってらっしゃい